光る君へに登場する人物を百人一首から。さあ行きますよ。板谷由香さん、義堂三氏の母、高階の騎士、藤原の道隆、井浦新さんの妻、吉高由里子さん、紫式部、ファーストサマーウイカさん、清少納言、町田啓太さん、藤原の金刀、大木かのめさん、赤染衛門、財前なおみさん、右大将道綱の母、藤原の安子、影楼日記、執筆者、藤原兼家、段田康則さんの将、大森博文さん、清原元助、登場なし、泉式部、登場なし、伊勢の大夫、紫式部の娘、第二の三に、藤原の堅い子、今なら、ドラマの出演者でイメージが湧いて覚えやすいかも。